今日の震災学習列車では、11年前東日本大震災ですね、どんなことが起こったのか、それから復興がどのように進んできたのかを、勉強してもらいます。山陽上小学校の皆さん、改めておはようございます。三陸鉄道の震災学習列車ということで、とっても乗車いただきましてありがとうございます。私は、ね、自己紹介してます、ね、三陸鉄道のこの宮古駅で働いてます、山野目と言います。中学進行です。はい、まず出発してすぐ大きな川を渡ってます。平川というんですけど、実は津波で今渡ってる橋も流されてしまいました。今実はここの河口、川の口って河口ね、海につながるところに水門を作ってます。今日の沿線でもいろんなところで何箇所かで水門が見えてきます。水門っていうのは何のために作るかというと、津波から町を守るためです。東日本大震災の時の津波も川めがけて入ってきたわけです。大きな被害を、津波の被害を受けてしまいました。そこでね、東日本大震災の後、岩手県では全ての川に水門を、沿岸ね、岩手県の沿岸では全ての川に水門を作ってます。もう一つ、この防潮堤っていうのが、津波から町を守ります。見えてきましたね、防潮堤。ここに一時停止しました。被害の大きかった場所で黙祷をこれからしたいと思います。はい、ここは山田町折笠地区です。黙祷をお願いします。大槌町の中心部に入ってきます。この写真の通り、東日本大震災の前は、皆さんの左側ですね、この橋の左側にこれだけの家が、密集してたっていうんですかね、そういった場所になります。そして今どうなってるかっていうのは、皆さんの目で直接見てもらえますか。一番の違いはこの防潮堤ですよね。上の写真の通り、当時は防潮堤なかったので、こんな大きな防潮堤が作られました。そして左側、津波を防ぐための水門です。東日本大震災の時には水門が、この川には水門はありませんでした。したがってここを遡った津波で大きな被害を受けてしまった大槌町になります。はい、そういう話をするうちに、今日の終点の宇野住まい駅に近づいてきました。はい、では本日は震災学習列車ご乗車いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。改めて震災は本当に人々のすべてを奪っていくものだなと思いました。水門が町を守るということが印象に残りました。これからの震災であった出来事や復興に関わった人々の苦労などを未来に伝えていく大事な列車だと思います。いい経験になりました。2011年前です。写真で見ただけでは伝えられないことや、どのように復興していって、
その人たちがどのように乗り越えていったのかがよく分かりました。家族や友達とかにこの話を伝えて、みんなでこの気持ちとかを共有していきたいです。やはり物事を正しく伝えること、その場所で何が起きたのか、今までどういう復興の歩みになっているのかというのを正しく正確に伝えることを心がけています。はい、小学生ですけれども皆さん6年生ということでですね、本当しっかりしてまして、大事な場面では皆さんメモを取ったりして、本当に、しっかりしてるなと、頼もしいなというふうに感じました。確かに震災から11年経ちました。ただし20年経とうが50年経とうが何が起きたかという事実に変わりはないわけですよね。そういった事実を語り継いでいく、そういうことによって、ご乗車いただいた皆様が何かを感じてくれるんじゃないかというふうに考えています。ですのでそういった何が起きたかというのを語り継いでいきたいというふうに考えています。三陸鉄道は 3.11 をこれからも語り継いでいきます。ですのでぜひ皆さん、三陸鉄道にご乗車いただきたいというふうに考えています。